ラムレス見てる。ニマコのどんぐりをいただきました。かわいいでしょ。リュウさんありがとう、またギフト書きます。どんぐりって言えば生々しさがなくなる。ニマコのどんぐりありがとう。ありがとうございます。隣のトトロの世界観だから。確かに隣のトトロ声枯れてるわ。じゃあめっちゃこれやってるよね。何、あ、そう、カラオケ行ったんですよ。カラオケに行ってきて、動物園行った後に、まあそれなりに動物園って閉まる時間が早いので、そう、ね、早めにご飯食べたんですよ、うんうん、でわしとおきちゃんの中でのやりたいことがいっぱいあって、ね、動物園もその一つだったんですけど、はい、もう一つがお互いがアニメ好き、うん、いろん なんかジャンルのものが好きで、うんうん、けどなんか人前であんまり歌いづらい曲歌えないタイプね。人がいたらね、アニソンばっかりだから。そうそうそう、お互いの好きなものだけを決めた、うん、曲縛りのカラオケをいつかしようって言ってて、うん、今日ちょっとだけ行ってきたんですよね。行ってきました。2時間ぐらい行ったかな。時間ぐらい言うて2時間ぐらい行った2時間は短いなんか学生時代の時はなんて言ったらいいんだろう、こう友達に合わせてこう、うん、J-POP の恋愛ソングばっかり歌うみたいな、うんうん、感じでこう自分の本当の好きな曲アニメとか、ね、そういう系歌えなかったけど、もう今日はバリバリお互い知らない曲でもね何でももう入れまくって、見てるアニメのやつとか「いやー!」みたいな「懐かしい!」みたいな「みたいな一番盛り上がったら多分「時をかける少女」「時をかける少女」変わらないものと「あのガーネット、ね」ガーネット、そのそこら辺はね流れから歌ってきて声ガラガラになっちゃったかも。2時間ぐらいしか行ってないけど叫んじゃって、うん、そう懐かしいと思ってで行ってきました。そうでもきちゃんはネイト配信をする前に、はい、話すことあるってずっと言ってね今日ずっといたのに違う違う話すことあるって言って 何話そうかなって言った。何話そうとか別に考えなくてもいつの間にか多分時間経ってる。経ってるか、いつもそうじゃん。そっか、うん、確かに。え、ちょ最近メンバーと配信する機会が多くて、サイカリとしてたもんね。サイカリに泊まりしたのもあって、うん、なんか結構ノープランで配信してるからちょっと気に大丈夫かなっていう気持ちに。え、マジで喉枯れてんね。喉枯れてきた。さっきまで枯れてなかった。そう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 。多分あの寒かったから枯れた。ずっとあの猫ミーム歌いながら帰ってきた。猫ミーム歌いながら帰ってきた。ピチピチャパチャパチャピチピチャパチャパチャピチピチャパチャパチャピチピ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 チャパチャピね、あのそれこそ卒業公演の日じゃない、卒業公演の日、卒業発表、そう、南さん卒業発表の前にみんなに猫ミームって知ってるって行きのタクシーでも猫ミーム知ってるみたいな、帰りのタクシーでもね、猫ミームほんまに見てとか言って、しかもあの大事なあのエンジンの前にオキちゃんとソラハだけいなくて、うん、あ、そうそうそう、あれどこ行ったのって言ったら猫ミームの撮影してますみたいなあの二人猫耳撮影してますみたいなそれだけね、大事なエンジン、みなみさんの卒業発表よりも猫ミームが あんた知ってたろって言って今日する猫ミームを布教してた、あんた今日知っただろみたいな、違う違う、大事だから猫ミーム今すごい流行っててびっくりしてますね。なんか可愛いでしょ、ハッピーハッピーハッピーチチチチチチハッピー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 、そう永遠にね、本当にずっといろんな猫ミームありますから、可愛いね、あれ。そうなんですよ、今日もね動物園とか楽しそう、楽しい行ってたけど、もう動物園見る前行く段階からもずっとね、そう動物園着いたハッピーハッピーハッピーみたいな動物園楽しかったよね。動物園楽しかったです。今日ね朝動物園っていう、うん、ちょっと遠めの朝日が丘、朝北区にあるその広島の記念公園に行ってきて、朝ズーに行ってきたんです。なんか結構バスで1時間弱ぐらいね、遠かったですね、市内からめっちゃ遠かった楽しかった楽しかったですね。なんかそうもっとこう何にもないのかなって思ったけど意外に結構あって、なんか結構奥の方だから、うん、なんか珍しいものとか、うん、なんか、うん、なんだろう、モルモットとかウサギとかなんかそういうザ定番のちっちゃいものたちがいるのかなみたいな、うんうん、それも可愛いなみたいな感じでいたら、うんうんうん、実はライオンもいるし、いたチーターもいるし、いたトラもいるし、ね、ジャガーもいたよ ね、 ね、なんか押し込んでる猿とかいましたちょっとこう大丈夫大丈夫
そう、可愛かったです。そう、あ、でもファンクラブ用にお互い動画を撮りました。動画撮りました。あの、編集したら載せます。お互いの声が入ってる。全然お互い撮ってるとか気にせず喋ってるから。そう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 。動物園楽しかったですね。美味しかった。でもなんかあれだね、なんか飲食店系は空いてなかったから。そうそうそう、広島でね、焼肉食べてきて、うん、そう、また違う動物園も行きたいねって話を、うん、結構ね、もう楽しんできました。いや、だからもう今お腹い、焼肉も食べたし、カラオケも行ったし、ポテト食べたしで、あ、お腹いっぱいだね。だね。明日公演？明日公演。いやー、いやー、頑張って、楽しみだよ。限られた公演だから。あ、そう、そう、この人も多分あと10回も公演出ないんじゃないかな。あなたもじゃないの。一緒か。笑えない笑えない。さすがに10回は出たいよ。10回はだって公演がないんだもん。確かに公演出たいね。そう、でもファンクラブが決まりまして、ありがとうございます。3月19日に、はい、これやりたいって言ったら通りまして、ありがとうございます。たら、あの、みんな一緒にできるようになって、うん、あとひなとのお話し会もやりたいってちょ申請出して動いてもらって叶ったので、すごく動きました。よかったです。おめでとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。言葉に出すの大事ですね。なんか一気だからってやるかもしれないけど、はい、なんだかんだ行動にすると聞いてくださる方が多いので、はい、あの、大人の方は、うん、言ってみることは大事なのかなって思うかなと思う。じゃあもう後輩も声に出して言えば大事。なんとかなるかもしれないですね。諦めずに大事ですね。みなみさんって卒業後のこととか言ってるんですか？全く言ってないです。あ、じゃあ まだ言わないです。あ、言わない。全く何も言ってない。なんかお話し会とかで僕だけに言ってよ、嫌だっつって。言ってないな。言ってない。嫌、うん、だねっつって、みんな同時で言うもんねっつって。じゃあみんなその芸能活動するか、なんかその芸能活動しないかも分かってない感じ。分かってない。なるほど。言ってない。気になりますね、そりゃ。なんか、うん、この早めの段階で終わりをあんまり意識させたくなくて、どっちに転がっても。ほうほうほう。なんか早くない？まだいるもん。まあまあね。そうっていう思いもあって、みんななんか、うん、やめたらなんか髪染めるのとか、うん、やめたら何するの、なんかやめたらほにゃららのめっちゃ聞いてくるから、うんうん、まだいるから、まだ終わりをお互い意識しないでおこうって言って、うんうんうん、あえて言ったら、うんうん、あえて。そう。ああ、なるほど。でも私も言ったの？あまり言わなかった最初の方は。今は、うん、今は言ってる。あ、言ってるんだ。うん、今はもう、あの、卒業しても芸能活動が続けますって言ってる。あ、事務所も判明したし、ね、そう確かに。でも多分めっちゃもうドキドキ。皆さんドキドキ。それが多分一番言う前は、ね、気になってたことなのかなって思います、ね、でもそれ気になるよね。だね、そりゃね。そうだよね。なんかあんまりしなさそう、こうファンの方とかに卒業の話とか、うん、そうね、しないかもしれない。じゃあ言える範囲で言ってこう。なんかギリギリ攻めてくんだけど。まあまあまあ、いろいろと言える範囲で。いつから卒業を決めてましたか？うん、あ、それはでも、それはもう話ちょっとなんだ、大まかには話してないけど、うん、それはもうほんと去年。ほう。それこそ2023年の生誕祭を私したんですけど、うん、はい、しない予定。え、2022年の生誕祭。知ってただろ。知らない知らない。嘘だ。嘘、知らない知らない。それは知らん。2022年の生誕祭が最後のつもりで、2023年の上半期には去る予定だった。え、本当はね。あ、上半期にもういなくなる予定だった。本当はもう生誕祭に被る前に、周年とも被る前に去る予定だった。え、じゃあグ、うん、グリーンアリーナにいないってこと？本当はね。え、だったんだけど、はい、そう、グリーンアリーナが自分がその気持ちを固める前に決まって、うん、ユミコのそれとかも重なって、うん、送りたいっていう気持ちも強かったし、はいはい、あの、卒業発表の時にも言った環境がすごく温かかったのと、メンバーも好きで、ファンのみんなも好きでって言ったら、なんか居心地が良すぎて、うん、なんかまだまだとか思ってたら、はは、ユミコの、まあ、終わってからでいいかなみたいな思ってたら、うん、立ってて気づいたら11月まで立ってたから、はい、なんか元々はもっと早かったんだけど、なんか生誕祭もやって2023年をやらせていただいて、うんうん、でもまあ自分が元々まあ、その未来のこととかもきっかけで考え始めたものではあるから、うん、そろそろ決断すべきかなと思って。え、それはなんで？
でも年齢、年齢、年齢、キャリア、年齢は言いたくない、うん、だって今後も私の年齢を超えていく候補が出てほしいから。ああ、なるほどね。そう、とりあえず年齢は関係ないけど、うん、自分が今後やりたいことに、うん、はいはい、早い方がいいかなっていう。あ、それを始めるのかってこと。はいはいはい、っていうのもあって、うん、決断したかな。ほう初めて知ったんじゃないみんな。いやじゃあ、みなみさんの、いやじゃあ、いやじゃあ、みなみさんのファンの人初めて知ったんじゃない。なるほどね、うん、ST を辞める年齢とかじゃなくて、ね、新しいことを始める年齢が今だったってこと。今早めの方がやっぱいいのかなと思って。別にアイドルとしてまだいていいと思うし、うん、なんか誰が何歳までいていいので人が決めるもんでもないから、それはそうですね、みんながやりきるまでいてほしいから。別に25が今結構ね、うん、まあラインじゃラインで結構気にしなくていいと思うし、うん、今日私はそういう風に思ってそうやったってだけだから、うん、他の子に押し付けないでほしいかなっていう。なるほどね、感じかな。ほう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 、めちゃめられて言うのって話せないか一人だとこういう話。あ、なるほど、じゃあ私が今日はインタビュアーにピラ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 インタビュアーになりたいと思います。ちょっとスクランブル FX 編集長お願いします。やめて本当に。じゃあ なんだろうな、その、うん、卒業してからやりたいことはもうずっと前から決めてることですか。ではない。例えばその STU 入る前からもうこの年で、私は STU、 あ、うん、STU 入る前ではなかった。あ、そうなんです。もう STU に活動していって、活動していくうちにってこと。そう、活動していくうちに考えることも増えて、うん、なんか今みんなからしたらこの言葉を聞いたら不安に思うかもしれないけど、はい、結構卒業後の道が2点3点してて、おー、いろいろあるってことね。そうそうそう、道がね。そうだから、なんか話せないっていうのは、うん、話したくないってわけじゃなくて、うん、まだその確定して話せるものを、うん、今作ってる段階というか。はい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 。だからそのどっちの道にも行けるってこと、ね、やらないにしてもやるにしてもどっちの道も今2点3点してて、うん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 、っていうのもあるかな。なるほどね。まあでも南さんファンの人はね、やっぱこれからも見たいって人はね多いと思うけどね。いろんな選択肢があるってことね。なるほどね。なんか配信だった瞬間よそよそじいやいや、そうインタビュアーになっちゃった。インタビュアーね。でもほら正解は一つじゃないからって。ありがとうございます。確かにね、そうだよね、自分の人生だしね。そうね、私もね、あの古民家カフェを40歳から開くっていう夢があるからね。素敵素敵でしょ。あの40歳からあのお菓子作りを学び始めて、あの60歳ぐらいで開店する。遅くないもんね。そうだよ、夢があるからね。いいと思う。古民家コーヒーのなんか資格とか取るの。うん、40歳から始めるした20から40までは何も、うんうん、ああ自分の好きなことやる。ざっくり設定、ざっくり設定です。いいじゃん古民家。はい、何があるかな、他に。めっちゃ聞こうと思う。インタビューはインタビューはおきぼ、うん、声ガサガサのインタビューは本当にガサガサ、猫みたい。うん、いててて。あと何だろう、ね、何が聞きたいか。皆さん聞きたいことありますか。聞きますよ。皆さん聞きたいことありますか。一人だって絶対話さもんね。そう、一人じゃこの際聞かないことを聞いちゃいましょう。聞かないことを聞いちゃいましょう。踏み込んでいいんですかね。でもなんか、うん、なんか、うん、うんうん、任せた。 STU の未来はどんな感じだと二人は思いますか。おお、お互いだね。お互いね。私が、うん、その卒業を決める理由の半分ぐらいは研究生公演見て、うんうん、これはもう時代来たって思って、これはもう後輩たちのなんか作っていく STU が見たいなって思ったのと、それに自分がいるんじゃなくて自分が外から応援したいなって思ったのがありますかね。だからそのシングル、次のシングル発売されるとしたら、多分選抜が多分そうですね、だいぶね、あの10枚目からそう10枚目9枚目からめちゃくちゃ半分ぐらい入れ替わる、うんうん、まあ、入れ替わるっていうか、まあ、いなくなる、うんうんうん、からなんかその時になんかいろんなこうなんか見たことないみたいな、今まで見たことないみたいな STU が見れたら、う
個人的には嬉しいそうですねなって思いますね。どうですか？え、どうですか？でもなんかそのなんだろう、うん、ガラッと変わるっていうのもあって、はい、その次が11枚目なのかとか、うんうん、なんか本当に分かんないじゃないですか。私たちも本当に知らなくて、メンバーもまだ知らないんですけど、うん、けどなんかやっぱなんか今後も STU として頑張っていく後輩ちゃんたちからいろんな話をしてもらしていただいてて、はい、なんかそのなんだろう、後輩なんていうのかな、うん、後輩ちゃんたちもそのガラッと変わるからこそ、うん、なんかどうすればいいみたいな思ってくれてる、その私たちのことがすごく大きい存在だと思ってくれてて、うん、なんかどう頑張ればいいですかみたいな感じも話をくれたりとかしてて、うんうん、けど逆にガラッと変わるからこそ、うん、わかんないけどね、全くそのガラッとなのかそのどうなのかわかんないんだけど、うん、本当に STU ってすごくいい子たちが大丈夫ですか咳がたまに出るんです、花粉です。そうそう、いい子たちが揃ってるからこそなんかなんだろう、いろんな子がいろんな場所で見てもらえる場所があると、なんかその子がどの場所で輝くかなって出してみなきゃ分かんない、うんうん、出さないまま判断するのはもったいないし、確かに ST マジでいいメンバー揃ってるからこそ出す場所っていうか出る場所、うんうん、輝く場所がもっといっぱいあってもいいのかなと思うから、そのなんかガラッとなんか選抜から減ってしまうっていうことをマイナスに捉えず、うんうん、どうやって輝くかっていう風に捉えてほしいなって失礼しました今日ずっとね、そう、咳がね、うん、なるほどね、まあ概ね一緒ですね、考えは、うん、私は別に後輩にも頑張ってほしいけど、うん、今後残っていく一期ドラさんとかにくちゃんとかにももちろん期待をしていますので、ほい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 、いや楽しみですね、どういう選抜とかになるんだろうっていう、そうですよね、楽しみが、でも誰がなってもね、いい、うん、美味しい、大好きよみんな、いい今日曲になりそうな気がしますわね、わね、わね、水ある、大丈夫、多分冷蔵庫にあるか、あ、よかった、てか買うの忘れた、思った、買いに行こうと思ってた、うん、買いに行こう言ってたのに言ってたのに忘れた、おきちゃん家売る前にコンビニ行こうって言っていたのに、ちょっと猫ミームやってたから、アホじゃん、ハッピーハッピーハッピーしながら帰ってきたら、アホじゃん、忘れてしまったよ残念、ハッピー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 、次の選抜の予想とかしたりする、してみるけど、むずい、むずい、だから誰がなってもおかしくないっていうか、うん、自分的になんか、あ、この子入ったらすごいなみたいなとかあるけど、うんうん、でもこれはうちらが言うことじゃないよ ね、言葉にしているものは固定概念しか生まない、そう、ね、もう想像っていうか予想でしかないので、うん、そこはもう介入できないものでもあるので、うん、でもガラッと変わりそうだなって感じはしますね、うん、楽しみだな、でもなんか誰が入ってもなんかちょっと今の選抜よりなんかキュートさが増しそう、ちょっと今大人なアダルティー選抜やな、あ、すごいおいアダルティー選抜やな、ね、ちょキュートさがだってもう誰がなってもキュートさ、まあそれはね、キュートさプラスされそう、ええ、そう、本人たちが言っちゃダメだよ、あ、そう、ごめんなごめんなちょっとね、私が抜けたらね、やっぱアドリティーさが惹かれちゃうからね、あんたはコンプラ枠やそうね、ちょっとでも確かいないね、おきちゃんみたいなキャラは今、アイコジニットに託そうかな、アイコはなんかリアリティーやるからアイコさんに、アイコさんとなっちゃんかな、あ、なっちゃんいいね、なっちゃんね、なっちゃんは、アイコさんとなっちゃん、なっちゃん、なっちゃんね、なっちゃんに託そうかな、あとひーたんかな、ヒータンいいよな、ヒータン、ヒータン語ったよね、なんかヒータンいいって、ああ、語った語った、そう、ヒータンいい、大好き、うん、あとあずみかな、うん、研究生公演見に行ってはいはい、なんか 2.5 は、うん、いい意味ですごくできると分かってたからこそ、うん、そこをすごいなんかラインを綺麗に超えてきたね、大変ですよね、もうなんかアクターズでしょって思われてる中でそれ以上見せれるっていうのはね、ほんと素晴らしい、すごくて、うん、でもサンキちゃんのパフォーマンスって一緒に公演出る機会がないから、ほんと見に行くと回線見る機会でしかなくて、うん、で見に行った時に、うん、ひーちゃんが良かったね、うんうん、響きちゃん、うん、なんか無謀の73ポジで、すごく良かった、うんうん、っていうのを
別に 見てる時に他のメンバーも先輩メンバー見てたんだけど、うんうん、話してなくて、うん、終わった後によかったよねって言ったらみんな思ったって言ってて、そう確かすぎたね、うん、ボブにしたのも良き、あ、ね、なんかちょうどいい毛量の少なさ、かわいい、そうね、なんか3期生見てると、うん、パラレルワールドの ST48 を見てるような感じなんか新しい STU っていうか、でも新しいよね、なんか今までいなかったというか、うん、なかった気がする、ドラさんが入ってきた時も、うん、1期にはいないと思ったし、2期が入ってきた時も1期ドラさんにはいないと思ったけど、うん、2.5 期もいなかったやん、うん、その確かにあるなんかすごく万能な子たちだったから、3期も3期でいなかったね、なんか日ごとのなんか色があるよ、ね、色がはっきりしてるというか、ありますね、明るい声多い、なんか多い、一期生が静かやから、一期生静かやからなんか一期が、うん、なんだろう、おのおの自分の世界持ってて、うん、自分がこれを成し遂げてからじゃないと喋らないというか、なんか成し遂げてからお話をする時間を設けるみたいな感じの、はいはい、ある程度ミネとヒナだったら仲いいけどメイクを完璧にするまで喋らないみたいな、あるんよ、そうとか、なんかご飯お弁当を食べてからとか、うん、なんかそういうのが自分ルールがあって、うんうん、になんかドラさんはドラさんでそこに綺麗に馴染んだの、あ、まあ確かに少ないから、ね、どっちでも万能できるというか、うん、別になんかみんなが喋らないんだと私はちょっとお弁当食べますよみたいな、うんうん、でみんながなゲームするの私もしますよみたいな、うんうん、2期はもうフェーってなってまあ確かに、まあ、リゴチとかね主にねそう、リキは半々だね、おとなしい子、確かに、ね、よく喋る子半々はんはん、そうそうそう、でもなんか一緒にやっぱ活動するようになったら馴染むなって感じしますね、うん、だからやっぱり3期とも一緒になんかいっぱい出たかったなとは思う、確かに、まあ出るとしたら、まあ、自分らは多分周年は出ないから、そう、ね、出るとしたらあれかな、みつきさん、みつきさんの卒コンかな、楽しみねいろんな意味でね、いろんな意味で、ね、人も卒コンですかいや、まあ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 一緒にできる機会なのね、楽しみですね、ニキリコチリネタでもリネタンね、いい子よ、面白いよ、リネもいい子よ、うん、リコもいい子よ、面白いですよね、楽しみだな、うん、そんな感じでやらせてもらってます、期待しております、期待してますハッピー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 、ずっと離れてないこの曲が頭からじゃあ、はい、いろいろ聞いていきましょう、いや終わってなかったのインタビュアーがいっぱい話したし、まだ、いや、どうしようかな、なんかね、どこまでなんか聞いていいものなんかわからないけども、多分みんね、本当に石田みなみさんのファンの方はね、多分ね、みなみさんが何も話さないから知りたいことがいっぱいある気がするんですけど、何から話したらいいものか難しい、何から聞いていったらいいものか、何も話してないわけじゃない、何がいいかな、でも自分から聞かれない限りは多分言わないので、言わないね、言わないので、切り込んで、切り込み隊長おき今日は行きたいと思います、どうしようかな、うーん、何がいいだろうって言ったら何も出てこないんだけど何がいいかな、奥さんはどこまで話したんですか、どこまで、皆様に、皆様に、まあ、その、まあ、最初はあんまり話してなかったんですけど、うん、その事務所の発表があってから、その私今後も実はって言って、あの芸能活動するつもりなんですけど、まあ、アイドルとして応援してくれてる人は、まあ、アイドルを最後まで頑張るので、うん、まあ、それ以降も応援してくれてる人がいたら嬉しいですみたいな、ね、ちょっと謙虚めに謙虚めになるほどね、はい、言ったぐらいで、でも私も言うてそんな、うん、そこらへんか、そこらへんかな、でも事務所が出ちゃうとなんかもうある程度見えるというか、見えれなくても、うん、そうね、確かに、でも事務所の写真良かったね、あれはありがたい、よかった、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった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 、うん、石見ね、石見何聞こうかな、話すこと別にもういない気がするけど、本当に話
本当に深掘りしていけば、あとどのタイミングで卒業考えましたかも話したでしょ。話したね。なんでこの先のこと話さないのですかも話したでしょ。話したね。それちゃんと理由があったでしょ。理由あったね。あれありありあり、いや終わったのではあるはずだよ、みーちゃんみたいな。え、卒業時期は話してますもんね。4月上旬って。あ、上旬、うん、4月の上旬ね。4月上旬兵庫県で、うん、兵庫県まで話してる。話してます。 そうね、それも自分で決めた。はい。おお。それはでもおきちゃんルームの方は多分初耳の方も多いと思うんですけど、はい、比較的卒業をするってなったら、うん、卒業発表をしてから、うん、卒業声が決まるとかほうっていうのがまあよくある流れだと思うんですけど、はいはい、私はその件で、はい、その会場でしたいって思いがあったから、うん、そこをベースで、うん、スケジュールというか会場押さえを頼んで、ほう、発表前にラストが決まっていた。あ、はいはい、そこがベース。もう日付も決まってるってことですね。兵庫でその会場で、うんってなったら、うん、もうその会場まで指定しちゃったから、うん、もうその日にちしかダメですってなって、ほう、で1個しかなんか日にちが1個しかないじゃないですか、うん、で卒コンもしたいって言ってたんですよ、うんうん、で卒コンもしたいって言って兵庫で卒業声もしたいって言ってて、うん、まあ、いろいろの兼ね合いもあって、うん、正直叶えるのはどっちかしか厳しいみたいな、うん、どっちにしますかって言われて、あ、そう、アイドルになる前は、うん、自分卒婚をしたいと思ってたんだけど、うん、STU になってからは、うんうん、兵庫に何かを残したいみたいな、うんうん、STU がを兵庫に連れて行きたいっていう思いをずっと持ってここ 2,3 年は格闘してたから、はいはい、じゃあ私が最後に兵庫に連れてって終わろうと思って卒婚は正直、うん、これはみんなにも言ったんだけど、私のわがままでやめましたって言って、うん、じゃあ本当はできたかもしれないけどそう、選んでいいよ、選んでいいよって言い方だけど、まあ、どっちがいいです、どっちがいいですかっていうか、まあ、うんうん、どっちかしがなかなか難しいって言われて、そう、うんうん、で今に至るかな。じゃあもうね、それそれで卒、ね、兵庫公演を選んでくれるんだったらめっちゃね、うん、兵庫県民の人はもう歓喜。なんか私は卒業するんだけど、うん、兵庫に STU が来ることも珍しいので、うんうん、なんかあ兵庫のここら辺にアイドル来てるらしいよとか、うんうん、なんかそのアイドル48らしいよとかから知ってくれて、うんうん、今後私がいなくなった STU にもその人たちが行くようになれば、うん、なんか自分が痛い意味というか、うんうんうん、なんか残せるなと思って、思って優しいそれはもうね、地元のファンの方とかはねめっちゃ嬉しいですよね。私は兵庫でしたかったから、うんうんうん、だからなんか、なんだろう、この言い方をしちゃうとなんか自分をなんか犠牲にしたんかみたいな、うん、なんか申し訳ない、そうでもない、あー、もう自分がやりたいこと、うんうん、そうって感じだよ。だから全然なんかそれを悪く捉えないでほしいかな。ああ、うん、ね、嬉しいね、うん、楽しみですね。じゃあ兵庫公演か、楽しみ、ね、私出るかな、出るじゃん、まだわかんないけどそうだよね、じゃあ人はね選べないですからね、選べなかったですよね。そう、スケジュールとかあるから選べるのかどうかもなんかわかんなくて、まあね、そう、でも何も関係がなかった。あ、じゃあまあ、はい、選ばれてたら嬉しいなって。そう、私も知らないまあでもね、卒業してからも多分仲良しだと思うので、いや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 そうですね。この間卒業してから初めての話会？あ、そう、2月10日がそうでしたね。どうでした？え、でもなんか私のファンの人って私に似てて、うん、ちょっと心がちょっとお弱なんですよ。あ、お弱？お弱なんですけどお弱なんですけどお弱、あの、自分なりにそれを乗り越えようっていう、なんかどう耐えるかって自分なりにやってる方だ、うん、あ、えらい。あの2月10日はね、卒業に触れられなかった、ほぼみんな逆に、うん、なんかみんな卒業発表して初めての話し会なのにみんな、あか、なんだろう、そこの言葉は出さないし、そのなんかその言葉は出すね、その話もするって人もいるし、出しなよその話を一切しないでみたいな、言いなよ似てるねーと。なるほどね、あ、似てるね、うん、そう、逆に感じだった。
及ばなかったですね。沖さんどうでした？沖さんはねもうねあの阿鼻叫喚阿鼻叫喚怒られなかれ大変大変おこふざけんじゃねえと、ね、寂しいよと、なんか、まあ、次でも頑張れよなんか本当に三種もう多様な皆さんでしたね本当に。おこおこは焦るね。まあ、それはそれでなんか私のファンの方っぽいなって思いましたね。あの落ち着きなさいって思いましたいい加減落ち着きなさいって思いましたね。だからねなんか自分を映しますね。そう鏡って言いますよね。鏡だから私はこうなのかって思って喜怒哀楽こんなに激しいのか何があったの落ち着けってでも自分が落ち着いてないから多分そうなんですよね。すごいこんなに反応が違うもんなんて。確かに私は全然話してなんか全然、うん、正直泣いてる人とかいない。あそうだね。なんか我慢してるなって分かるけど、うん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 、みんな涙を見せないように頑張って。あらいじらしい。知ってるんだよ気づいてるからね裏で泣いてることをね、うん、そうね。でもなんかそれを私がそのまだいるからこそ最後意識するのはもったいないって、うん、最後意識してなんか楽しい思い出を作るのは分かるけど、うん、最後を意識して悲しくなるのはもったいないって。お期間が限られてるからこそっていうのを言ってたから、うんうん、みんななんかそっちをなんか私のわがままをなんか受け入れてくれてる感じ、うんうん私のファンの人なんかあきちゃんもう無理だよバイバイ今までありがとう早い早いまだいるまだいるありがとう私、ね、でもその人にとってはお話が最後かもしれないまだいるよってまだ全然いるよ4ヶ月ぐらいいるよって思ったけど可愛いね。ありがとうございます。それはそれで可愛かったですけどね。そっか、ね、去年言ったんか。でも私はねそうタイミングが生誕祭があったので ね言わせていただきました。何気にだからちょっと長いまあいいんじゃない。まあまあまあそうね、うん、いやそう思うとねちら卒業しちゃうのかねえすごいね一周年出ないけど不思議だよね。でもいや不思議、うん、なんか、うん、早いというかでもなんかなんだろうもちろん今の決断に後悔はないっていうことを先に言っとくんだけど、うん、周年が兵庫から始まるのは卒業決まってから知ったからあちょっと悔しい。ちょっと悔しかったよね。ちょっと出たかったなっていうね。マジかと思って。確かにね、私をツアーするとは思わなかったから。ね、あいいな。岡山行くのだったよね。いいな岡山しかも新しいところ。そう思った。立ってみたかったなっていう気持ちは。ステージとしていつか行けるかなと思ってたのに。確かにある。その気持ちは確かにあるかもしれない。びっくりしちゃった。確かにゲスト出演しようかな。だからなんか私まだ発表前だったんですけど。はいはい。なんだっけあのあの美月さんの。でもクリスマスか。あのあれだよクリス年明けじゃない？あ年明け元旦公演か。元旦公演で発表があってもし、うんうん、あの私自分のそのあのあもう終わったかアーカイブの分かっちゃったんですけど、うん、記憶を読み返していただいたらすごい顔してたかも。ええなんかひょえ兵庫でって思って兵庫っすかみたいな。なんか兵庫でえ初日兵庫でバーンってなったら兵庫でなんかありがたいことで抜いてもらえそうな気がしてカメラで。あそう今日が決まりましたみたいな分かんない見れてないんだけど。そうだからなんか抜かれそうな気がして出ないって自分は知ってるからでもなんかじゃあ違うじゃんなんか、うん、あーみたいな出ちゃおう出ちゃおう出ちゃうしかないで周年見に行く。え行きたい行きたいっていう気持ちはあるけどね分かんなすぎてスケジュールが。確かにでも多分私は DMM 入ってるから見ると思う。配信では見れる。配信では絶対見ると思う。そう、うん、私結構普通に STU のオタク、うんうん、ずっとオタク一気の時からいてくれるもんね。そうそうだから多分自分がいなくなっても好きだと思うんですよ。わかる。 STU のことは、うん、ちょうちゃんもわかる。多分なんなら多分一番好きなアーティスト STU48 になると思ういい後輩うん楽しみですね。もうなんか本当に楽しみね、普通になんか楽しみ、うん、分かる。曲がもともと好きだから、うんうんうん、なんかあこの曲もう最後かもって思ったらちょっと悲しくない。確かにでもなんかいいよねそういう考えたら、うん、花鳥公園って STU の曲いっぱいあるからいいですよね。私はできるんで。あそっか。何の曲が一番好きですか花鳥公園の。でもやっぱ暗闇がね響くね。まあまあ確かにね。私はね僕は好みを求めてるかね結構え、てかあの
あのブロックのなんか卒業公演とかしてるかも春夏秋冬までね、確かに。私アンピーの卒業公演の時もうダメだった、最初のブロックでもう、いや私アンピーの卒業公演を超えれる自信がなさすぎてなんで、いやあんなになんかみんなが送り出した感があるの、別のベクトルじゃない、確かに、うん、後輩を見送るのと、確かに後輩たちが見送ってくれるのと、確かにそれはまた別なんか悲しかったな、いや悲しかった、アンピーって思いながら出荷しアンピー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 ってかあんなに思いながら踊ったのないかも。それではなんか自己紹介の時にさ、次はひなさんですみたいな、お決まりがお決まりが裏でも泣きすぎてもうお決まりのなんか子供だったもんね、アンピーって、アンピーはたまに連絡が来るんで、うんうん、生存確認できてます、元気そうで目に売り、かわいい、かわいいですよね。でもご飯行こうって約束したピー、うん、おー卒業発表してからずっと連絡取ってて、うんうん、ピー連絡してくれますよね、かわいい、かわちいい子ね、ピー、だからあのブロック結構花垂れのあの前半のブロックがすごいなんか誰かの卒業公演ってなった時にすごい歌詞がしみるっていうか、うん、そこやばいですね、春夏秋冬とか多分同期だったら本当に、確かにもう同期じゃないのにこんなにしみるから、うん、か2期とかいい曲もらってるなって思いますね、いい曲だよね春夏秋冬、いい曲、いい意味でもちょっと悔しいもん、いい曲すぎてね、もらったの鬼滅の楽曲、うん、こんなんもうだから20年後とかに、うんね、同窓会とかして歌ったらもう涙涙、いいじゃん、いいね、あのやがて菜の花が咲くよもいいじゃん、おきちゃんのあの感想好きよ、ちゃん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 あれね、確かに菜の花はね卒業っぽい曲ですね、だからね一期も曲できたのが去年だったから嬉しかった、聞いてみなさいみたいなやつね、さ、耳を、私あれ歌詞一回も見たことない、見て、耳コピーしかしたことない、今日歌えばよかったね、歌ってみていい、いいよ、雨と涙のワンタラカワンタラ聞いてみなさい涙のなな、ここだけの声、雨と涙は雨が上がった、あ、2番、瞬間が好きなんだ、振りは分かるけど、いいよね、私自分の入ってない曲いつもなんか歌詞を見ることがなくて、うん、毎回耳コピーなんですよ、あまりショールームのカラオケを叩いた時に初めて歌詞を知るんですよ、で、夏の好きはご用心、うん、なんか想像とかのいっぱいをなんかずっと英語だと思ってそうなんとかみたいな、いつあなんとかみたいな、したらカラオケの時に感じでびっくりしました、でもすごい感じだよねあれ、いやあれかわいい、うん、あの曲空耳合わせて、確かにタマさん終電やばいかも、一回立ってた、ああちょっと待って、部屋が映る部屋が映る、違う、部屋が映る、大丈夫、部屋が映るよ、縦にして、私このここすらいつも映してないから、このあ本当にこのここ汚いゾーンだから、あの部屋が映る、違う違う、部屋が映る、あずかちょっと部屋が映る、ちょっとここ本棚ダメ、本棚汚いから、これ助けてじゃん、これわかんない、じゃあこたつがあるかいいですね、あこたつね、こたついいでしょ、はい、ありがとう、はい、危ない危ない部屋が映るって、えもう綺麗ですよ、いや綺麗ではないけども、綺麗ですよ、まあまあまあ片付けましたけどね、さっきね人が来るにあたってね、こたつこたつマジでやばいんですよ、ここでずっと寝ちゃうから、私おきちゃんちのこたつで何回寝たかここでね、ひなさんとね、そう1対1でもあるし、ひなさんとみなみで、ね、みなみさんここに乗せて朝帰った、そう、ね、寝さして、で風邪ひかせるから本当にちょっとそろそろ撤去しようか、でも一回このこたつでもう本当にこのソファーでこうやって寝ちゃうんですよ、ずっと、これもいいよね、こうやって寝ちゃうからちょっと
本当に気をつけようと思ってこたつをいっぱい一回取っ払って、はいはい、ベッドの上にこの布団を置いたんですよ。ほう。で布団もともと置いてるんですけど、うん、2枚重ねあったか、そうでベッドをあったかくして寝ようと思ったんですけど朝起きたら全部落ちてる寝相の問題布団2枚重ね全部落ちてるから結局また戻しちゃいました。これはいいよ、こたついいでしょ。でもどうせもうちょっと季節したら直すんやし。確か私は6月ぐらいまでこたつありますけどね意外に意外に意外にあるんけですね。あきちゃんもうちょっとファンミだね。今月ファンミだから今日あのファンミで歌う曲の練習してきた。カラオケで私知ってるよ。だからでもね候補の曲は言ってる。あのね決まりました、候補の曲練習してたファンミで歌うね48以外の曲決まりました、うんうん、ハニーワークスさんのファンサーと奥花子さんのガーネットにしました。ああ そっちもあそうガーネットもいいじゃん。これファンミで歌います。あとは4848好きなんてまた私は見てまた恩返しは愛の子もっと投げキスで。かわいい声がさかさ私はさっき半身が決まったんで。ああね、ま、た歌うわかんない。去年歌ってない。去年歌ってない。去年トーク一本でやった。私も今年歌う。えなんかさ、うん、なんか聞いた、うん、あのイレレ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 レだからだからだから私物グッズ、あ私物プレゼント、それやる、うん、また今年もやる。聞いた私物グッズ今年もやる。自分の私物どれあげるんだ。ねえキャリーケースあげようかなって思ってあれ、まあ、でも色的に男女どっちも使える。あれ使ってないやつなんですよ。あでかいかな。キャリーケース使わんのかも。いやあのい新しいやつ買った。 あれ古いやつ。あれは5年くらい使って。なんでも新しいの買うからそうなるよ。違うあれは5年間使った。え使えるでしょ。え違うあれは色が気に入らなかった。なんだもん。でやっと新しいやつ買った、うん、でも、うん、キャリーケースなんてねファンミでもらってさ、なんかこれじゃあどうぞってあれキャリーケースでも持って帰るのめっちゃしんどいかも。キャリーで来てた人がさロッカーに入れててさキャリーでだからみんなあの軽い荷物で来てくださいもしかしたらキャリーが当たるかもしれない。確かに。でもはいいな私物グッズ。でも前にアプローチとか使ってないからあげようかなって思ったけどなんか電気製品だからダメって言われて意外にダメなやつが多い。あんた何でもあげればいいと思ってな違う断捨離してあんたあとメガネケースとか去年はありました。メガネ帽子あげたくない。あ帽子もあげた。あとスカートミニスカートあげたらめっちゃでっかいおじさんに当たってこんなん履けないよってこんなん恥ずかしくて履けないよ娘にあげようかなって言って。あ可愛い可愛いそれ可愛い。娘になんて言うのって言ってアイドルからもらってやめだよ絶交されちゃうよって縁切られちゃうからやめなよっ ってなんで男女共用の自信のそうであのカバンとかもあげました。あいいね。なんかもう汚れたカバン汚れたカバンは女の子にあげました男女平等よ。平等だねだからあの今回のイベントも男女平等で何が当たるか分かんない。いやなんかこの部屋で、まあ、いらないものというか断捨離したものをあげようかなと思ってて、うん、引っ越すからやで過去いらんものみたいな。でもあの使ってきたものですからね。いらない本当にゴミではないですね。あの思い出が詰まってるんですね。でもね、いろんな人のいいものを取り入れようかな。そうなんです。時間の合ってない時計とかどうだろうって思ってあの10分違う今11時36分ですあれ本当に良くないからね。時間合わせんさいよ。時間の合ってない時計とかね。でもこの家にずっとあるもんなら時計ずっとあるでしょ。あれはみんなを惑わせる私も惑わせる言ってたもんねさっき。そうそう私が遅刻するのはあの時計のせいです。あの時計が10分早いせいでね遅刻するんです。逆じゃない確かに。さっき普通に私はあの時計のせいで私は遅刻するんですってさっき言ってたけど、うん、10分早かったら遅刻せんくない。 Oh my god 逆じゃん。 Oh my god さっき気づかなかったけど確かになんで遅刻するんだ。なんで遅刻するんだろう確かになんでだめちゃくちゃね時間ずれてます。 Oh my god 最近ちょっとね考えたいと思います。いいね私物物そう私物何するの。まだ決まってない。まだ先知ったからね。ああ、なんだ公式のツイッターで知ったからね。あ、よかったですね決まって。そう
フォアミ嬉しい、最後にできるから、うんうんうん、でも何するか全く決めてなかったから、まあ歌は歌おう、最後だし。そうね、それはもともと決めてたし、鋼の錬金術師の歌今日いっぱい歌ってたからそれ歌うしかない。ストーリー性がないから今日なんか鋼の錬金術師のオープニング死ぬほど歌ってたから。みなみさん、これが今後も続くならいいけど最後って考えて、なんで鋼好きだよ、鋼大好き、鋼ずっと歌ってたから。アニソン司教ってたよね今日。アニソン縛りでしたね。あとこの人なんかあの何これ、進撃の巨人の曲ずっと歌ってた。そう、あのグレネミアと自由の翼の歌詞がないやつ歌ってて、そう歌詞ないからめっちゃ難しかった。とかエンジェルビーツとかガンダムユニコーンとか歌ってた、うんうん、歌ってましたね。もうほぼ半分わかんなかったけど楽しかった、なんか、うん、この人さみたいな。僕ちゃんはその何ていうの、ガンダムのユニコーンのリリーはかっこいいって言って、ああそうリリー、誰も知らないけど、えでも私のファンの方ね、ガンダム好きな人多いんですよ。リリーこういう人かっこいいじゃんって言うから、まあなんか深くは言えないけど、ガンダム史上あんまり好感度高くないキャラクターだよって。だからえマルフォイみたいな感じいろいろあるよみたいな話をしながら。ガンダム何が好きなんでしたっけ。ユニコーン、ユニコーン知らないな。今シードやってるけどエンジェルビーツ、みんなが言ってみてくれたよね。あエンジェルビーツは見ました。じゃじゃんじゃじゃん、ユリッペね、ユリッペ一番の宝物も好き。お水飲んでこれ。じゃあ私任せますね、この会話を、おきちゃんラブとか絶対耳超えてんのに。耳超えてない、超えてない、やだ水飲むだけ。あれみーちゃんの配信おもんねみたいな。おきちゃんはいつもこういう時ないわ。ないんけい、ないよ。後で買いに行こう。醤油飲むな、飲むな、絶対絶対飲むな。しかないよ、水後で買いに行かなきゃ。部屋が映ってる、隠しとこう。何部屋が映ってるから。あ部屋映ってる、大丈夫、ここまでが大丈夫。ここまでおしゃれそう、おきちゃんめっちゃおしゃれそう。さっきここめっちゃ言ってきたから、ここおしゃ、ここは大丈夫、ここおしゃれそうだから。えおしゃれいいじゃん。待ってみなみちゃんの価格めっちゃ言ったじゃん、こうやって言ってたじゃん。めっちゃ見えてる、言ったじゃん。あ恥ずかしい、本棚がめっちゃ見える。ここはまだおしゃれゾーン。でもねこの下になったらおしゃれゾーンじゃなくなる。このここはダメ、ここまで。何がダメなんか言えない、ダメだわ。てかあんまよくなかった。メガネあるだけじゃん。違う、ここはね、みなみさんが来るにあたってお香を焚いてたんですけど全部今落ちた。落ちた。お香焚いてたの。お香焚いてたけど、いや燃え尽きるのが早くて、たみなみさん来る前にもう全部燃え尽きた。いやお香あるけどいる。え私お香大好き、あげるよじゃん。炊かないからね。やった、買って炊かないから。やった嬉しい、うん、恥ずかしい。あれもうあと10分じゃん言うて。ほんとだ、早いですね。早いだよな。早いですね。ちょっとね、なんで明日いないの公園、うん、うん、リコチ。私ちょっとリコチよりめっちゃ出すぎてたかも今年。そうね、うん、リコと平等にクドリコが出ます。うん、明日はオフです。イエイいいもんね、みんなに会えるもんね。パン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 わかるこれ、猫フィーバー。わかるけど、その呼んでやるでも。はぁ、あんまもんねんのめんめん。はぁ、あまま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 。はぁ、ドゥン、ドゥドゥドゥン、ドゥドゥドゥン、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 ドゥン。やばい、もう本当に STU 今猫ミーム、 STU ミームだから本当にマジでハマって流行ってるね。流行ってますね、ダメだな。で、うん、やばいやばい、ドゥドゥドゥンドゥドゥドゥン、ヘイ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 、ドゥ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 、チュビチュビダバダバ、チュビチュビダバダバ、チュビ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 ダンダンダン。本当によくね、うん、適した曲がそんなあるもんね。こんなにあるんですね、すごいな。STU でも素材作るべきじゃない？あ、はあ、はあ、あ、まあ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 
知らなくていいものを布教してしまってるから本当は別に本来ならばそんな知らなくてもいいもの、うん、まあ、知っても知らなくても生きては生きる、うんうん、っていうでは今めちゃくちゃ流行ってるっていう、うん、流行ってるって言ってもなんかネットに詳しい面々で流行ってるって感じですよね。なんか TikTok めっちゃ見てる子みたいな、うん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 、だって知らない子は知らないですもんね、うん、なおいちゃんとか何それ、そうえ知らん知らん何それえみたいな私のあおいさんのモノマネ似てないえ何それ知らんわかる、私のあおいさんのモノマネ、私あおいさんのモノマネ一番似てる気がするえ何それ知らん何それおきちゃんがやるあおいちゃんは知らんしか言ってないえ何それ知らん何も知らん何も知らんやりすぎな部分はあると誇張に誇張化されてるけどでもねめっちゃ似てる気がする、なんかでもね実際に聞いたらここまでじゃないここまでじゃないこうもっと落ち着いてるんだけど全然そんなことない、自分の中で誇張しすぎてこうなっていってなんかショールームとかでも今日は葵さんがとか言って葵さんのモノマネした時にえ何したいシャッって言ってなんか全部これになってるメンバーのモノマネ好きよね、好き、犬のモノマネせんくない、難しい、みなみさん特徴ないと思う、いやあるけどなんか脳内再生はできてるけどそれを声に出すのが難しい、そういう人は多いかも、脳内再生、脳内再生はできる、どういうジャンル、みなみまーみたい なんかでも自分が言ったら似てないのが多くて逆にでもできる人の方が少ないかも、そうね、ソラハ、ココアさん、アオイさん、アリちゃんさん、ココちゃん、ココアは似てる、見てココアの生誕の時にやってたじゃん、違う似てる、大好き、そんなじゃないけやめてやめて、このカスカス、このカスカスの、このカスカスの効果はさ、これ手ね、違う似てるみたいなこれは確かに自分でも似てるなって、ソラハは、ソラハ、ソラハはね、なんだろうな、ソラハとにかく早口言っておけばいいからなんだっけ、ソラハは言葉さえ言ってくれたら言えるかも、なんだっけ、私いつも何でモノマネしてるっけ、私いつもね その日あったソラハの言葉をモノマネしてるかなあの関西弁でとりあえず言っとけばソラハになるんですよ、とりあえずね、いつも何言ってるかな、レッスンとか、レッスンとかタンクトップなんだろう、でも熱くなりねん、ほんまにみたいなほんまにレッスン踊ってたら熱くなりんけん、ほんとにみたいな、こう、ね、2月、もう1月の時点でタンクトップですかね、多分すごいね、1月4日ぐらいの時点でマジでびっくり、今日も朝5時から掃除機バンバンそっか大人なのか、そう大人だからブワーンみたいな、私一回朝5時に起きたからブワーンブワーンブワーン、あ、空がイーイー猫ミーム猫ミームイー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 って何でも猫ミームになっちゃう、何でも猫ミーム、今日朝起きて、あ、空が掃除機今日猫ミームしましたね、でも早起きができていいな、ハッピーハッピーハッピー、いや私はハッピーじゃない、だから今日はソラハ早起きなんだなって思います、ソラハ早起きだよね、ソラハは家を出る前に絶対掃除機をかけるから、いいことだね、起きてからじゃないんですよ、だから朝5時にかけるってことは5時に家を出るってことだから、え、なるほど、そうだからあ、それは今日は早起きの日なんだなって思いながら聞いて、私はってなってる、なってますね、そうなんですよね、いや面白いですよ、でも楽っちゃ楽、あのそうね、なんか自分が一緒の仕事の時は自分が出る時間が分かる、うあ、そろそろ行かなきゃみたいな、行かなきゃって、ソラが出るで、あの自分と被ってない時はってなってる猫ミームで想像してもらえたら面白く可愛いと思います、はい、あっという間だもんね、あともうちょっとしたら壇上読まなきゃな、壇上の時間が近づいてきました、明日は57のに読めば、うん、57に読んで、ああ 57、 じゃああと1分したら、はい、読みますか、お互い経験で57は壇上が変わらないっていう、え、わかんないんだけどね、偶然なんだけど今んとこ、56で読んでたの今まで、でめっちゃ変わって、私55で読んでた、はあ、早いで56分ぐらいに言い終わってずっとなんか小話を、あ、じゃあいいんじゃない、おきちゃんスタイルだよそうなんかいいの、じゃあ55過ぎちゃった、いやまあでも57でそんな決めてはないんで、ブー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 
できないかも。ミーミームミーミーム何の何のミーム感じ、初めて見るミームだけど、いや作っていくんよ、真似しててもしゃあない、たオリジナル、かっけえ、新しいミームをいで作っていくのが大事なんだよ。次出しますはい、13位柴犬さん、12位パンダムさん、11位つよちゃんさん、10位メイザホースビーウィズユーさん、なんて言った、メイザホースビーウィズユーさん、メイザホースユーザビー、9位ブロックさん、8位クロさん、7位アズマイさん、6位リョーネさん、5位エビさん、4位テレビさん、3位ジムギリさん、テリーペイさんずっといろんな大賞におるな。そして1位はズルブランズルリュウさんでした。タワーありがとう、ありがとうございます、すごかったですね、タワーね、かわいかった、ありがとう。よし、じゃあ読みますか、13位シュージーさん、ありがとうございます。12位 N2F さん、ありがとうございます、はじめましてやな。11位ユーユーユーさん、ありがとうございます。10位ササックさん、ありがとうございます。そして7位、違う、ね、うん、9位パパバンドさん、ありがとうございます。8位虫男さん、ありがとうございます。7位マッカさん、ありがとうございます。6位カズモリさん、ありがとうございます。5位ジェリーさん、ありがとうございます。4位ホックさん、ありがとうございます。実際会場の皆さん、ありがとうございました。そして3位とりあえずルビーさん、ありがとうございます。2位テリービーさん、ありがとうございます、すごいな。すごい。1位コバチョさんでした、ありがとうございました。今日はね、あの、はい、おきちゃんみなみちゃんのね、はい、コラボ配信でございました。はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。今日楽しかったですね、動物園行ってカラオケ行って帰ってきて、はい、じゃあ水買いに行きますか、はい、水買いに行きます、お茶と水、はい、ちょっと喉が渇きすぎてガラガラよ、もう花粉なのかな、わかんないですけどね、どう花粉で喉枯れたかワンちゃんありますよ、花粉なんですかね、だから咳でおえつが出そうで、はい、あーみたいな、 そこまでじゃなかったですね怖いですね、そうなんですよ、怖いです。そうだからね、そろそろ終わり、あと59分なんで、あと1分で終わりたい、応援の人は楽しんでください、待ってます、私は寝ないけどエール送ってます、意外にこの1分長い、なんか12時1分ぐらいじゃないですか切れるの、そう、ね、1分も行く、1分いかないか、12時30秒ぐらい10分まで切れちゃうよ ね、ありがとうございました、バイバーイ、サンキュー、サンキュー、サンキュー、この時間長いいや どっちに手を取る、うんうん、ありがとうございました、おもろバイバイ、ここだよって何それ、最後の挨拶、あ、キャッチウェイズしなかった、え